動動画画やゲーームなどをを扱うための企画およびそれ作作成動作させるアプリケーション群かつてフューチャーウェーブソフトウェアとそれを買収したマクロメディアが開発していた。旧称はフューチャースプラッシュ、マクロメディアフラッシュ。競合としてはマイクロソフトシルバーライトがあったが、両者とも現在は HTML5 を推奨している。かつては フラッシュ企画のアプリケーションを制作する同社のオーサリングツール群として、フラッシュプロフェッショナル、フラッシュビルダー、フラッシュカタリストが存在したが、後者はすでに開発終了したほか、フラッシュプロフェッショナルは2016年に Adobe ア,アニメートに名称を変更しており、HTML5 のオーサリングツールに移行している。Adobe は2020年12月末をもって中華。 人民共和国を除いた国と地域でのフラッシュプレイヤーの開発と配布を終了し、アニン,ンストールを勧告して、同年1月12日以降はフラッシュプレイヤーの実行をブロックしている。Windows 10では2020年10月27日以降のアップデートパッチ、キロバイト4 5 7 7 5 8 6を持って、 フラッシュプレイヤーが Windows から完全に削除された。ベクターイメージが企画の中心で、それにスクリプトで制御することによりマウスの動きに合わせてアニメーションをしたり、音を鳴らしたりなど、動きのあるウェブサイトを作成するのに向いている。アニメーション、ゲーム、ウェブサイトのナビゲーション、音楽再生などのコンテンツを作るためのソフトウェア、 再生環境への依存度が低く、ベクターイメージを扱う場合、ウィンドウサイズを変えても画質が劣化しないという特徴がある。ラスターイメージを扱うこともでき、この場合ビットマップスムージングで画質の劣化を目立たなくすることができる機能がある。フラッシュを用いるとインタラクティブ性の高いウェブサイトにすることも可能だが、ウェブブラウザやプレイヤーからテキスト検索できない。 ただし、Google 検索など一部の検索エンジンは、フラッシュ内のテキストを抜き出して、検索対象とすることができた。フラッシュ再生ソフトとしては主にフラッシュプレイヤーが使われる。Windows、MacOS、Linux などのオペレーティングシステム上で動作し、代表的なウェブブラウザの中で、プラグインとして動作させることができた。 携帯電話機にも再生ソフトが搭載されているものがあったが提供されていた。また、Adobe はフラッシュを Web 以外にも利用できるようにする意向を発表している。フラッシュのファイルフォーマットは仕様が一般に公開されており、Adobe 以外の企業、個人でもフラッシュデータを加工、生成するソフトウェアを自由に開発、配布することができる。しかし、使用書に基づいて、 フラッシュファイルを再生するソフトウェアを開発することは認められていなかった。そのため、例えばフラッシュ再生ソフトであるグナッシュでは、ウェブ上に存在するフラッシュを収集し、それらを解析することを通じて開発が行われていた。その後、ライセンスの変更が行われ、現在では互換ソフトの開発が可能になっている。フラッシュによるアニメーションは、ポータルサイトや、 企業や公的機関、歌手や個人のウェブサイト等においてトップページに使用されていたが HTML の代替ページを用意していない場合はアクセシビリティの観点から批判も受けることも多かった。またフラッシュ上に表示されたテキストは通常のテキストや画像のようにブラウザの機能を用いてコピーや印刷、保存することが不可能なため 例えば歌詞などのテキストをフラッシュを用いて表示し、コピーペーストをできないようにする特殊な使われ方もあった。その他、バナー広告をはじめとしたウェブ広告の分野においても広く使用されていた。後期のバージョンでは、インタラクティブなコンテンツの表現手段だけにとどまらず、リッチインターネットアプリケーション向けの機能が拡充されており、 高度なユーザーインターフェース、複数ファイルの同時アップロード、シームレスな動画の再生など、DHTML などでまかないきれない柔軟で利便性の高いインターフェースを、クロスプラットフォームで、比較的容易に提供できる手段としても普及していた。特に、2006年に脚光を浴びた、動画共有サイト YouTube と伴いに急成長した、動画配信の分野においては、 非常に広く使われ、従来の Windows メディアプレイヤー、QuickTime、l i プレイヤーによるストリーミング再生に代わって、動画配信において欠かせない技術の一つとなっていたが、2007年発売の iPhone は、コンピュータセキュリティの問題から、フラッシュの使用を許可しなかったことやプロプライエタリの問題をきっかけに、急速に衰退していった。終了決定後も、メディアアート、 インタラクティブアートやインスタレーションの制作ツールとしてフラッシュが使用されることもある。かつては Adobe フラッシュ企画のアプリケーションを開発するソフトウェアのこともフラッシュと呼ばれていた。しかし2000年代後半以降は類似技術として W3C 泡継ぐにより標準化の過程にある HTML5 が対等しつつありフラッシュプロフェッショナル CS6 以降では HTML5 での開発にも対応した。さらにウェブグルや Adobe Air などにも対応し、そちらの用途で使われることも多くなったため、Adobe a n i m a t に名称を変更した。10.1から11.1までは、携帯端末にも対応しているが、それ以前の携帯端末向けは、Adobe Flash Lite で、11.2以降は、携帯端末は、Adobe Air のみになった。 1996年にアメリカ合衆国のコンピュータソフトウェア会社フューチャーウェーブソフトウェアがアニメーションデータを作成するソフトフューチャースプラッシュアニメーターと再生プラグインフューチャースプラッシュプレイヤーを開発これをマクロメディアが会社ごと買収フューチャースプラッシュの頭文字 F と設備ラッシュを取って略称をフラッシュとし ショックウェーブシリーズに組み込んでショックウェーブフラッシュとした。ファイルフォーマット名および拡張子として使われている SWF はもともとスモールウェーブフォーマットの略であったがマクロメディアによってショックウェーブフラッシュの略として解消された。作成ソフトはマクロメディアフラッシュに改名された。この頃から すでに数多くの基本的な機能を備えており、またベクターイメージで描画することにより、動画データとしては非常にデータ量を小さくしたことで注目される。1998年、フラッシュ3のベータ版公開と同時に、ショックウェーブフラッシュの使用をオープンスタンダード化することが発表される。同年発売された、マクロメディアフラッシュさからインタラクティブ関連の機能が、 強化され、次第にアニメーションソフトの枠にとどまらない発展をするようになる。フラッシュ4で変数、文字列処理、条件分岐ができるようになる。マクロメディアフラッシュ5、マクロメディアフラッシュ MX でアクションスクリプトが搭載され、プログラミングの機能が大幅に強化されたため、プログラマたちもマクロメディアフラッシュを使うようになる。MX は、 ミラクルエクスペリエンスの略称である。2004年春にリリースされたマクロメディアフラッシュ MX2004 ではアクションスクリプト2が搭載され動画配信もサポートする。MacOS 9、Windows NT、Windows 95に対応する最終バージョン。2005年秋にリリースされたマクロメディアフラッシュ8プロフェッショナルではアニメ。 グラフィック関連を中心に大幅なバージョンアップが行われ、また新規層向けの機能制限版、マクロメディアフラッシュ8ベーシックも同時リリースされた。2005年4月にマクロメディアは Adobe アに買収され、プレイヤーは Adobe フラッシュプレイヤーに改名される。作成ソフトは新バージョンの発売まで、マクロメディアフラッシュの名称のまま販売が継続された。 2007年4月アドビシステムズのクリエイティブ製品群であるアドビクリエイティブスイート3に組み込まれて新バージョンとなるアドビフラッシュ CS3 プロフェッショナルが発売され作成ソフトの名称もアドビフラッシュに改名された Windows98 に対応する最後のバージョン第8版まではマクロメディアフラッシュとフラッシュプレイヤーがほぼ同時に リリースされていたが、Windows, Mac OS 用のフラッシュプレイヤー9が2006年6月にリリースされた。Linux 用についてみると、フラッシュプレイヤー8はそのリリースが見送られることとなった。その後、フラッシュプレイヤー9が Windows, Mac OS 用よりも数ヶ月遅れた2007年1月にリリースされた。 Linux 用のリリースが遅れた理由は多くの Linux ディストリビューションに対応させる必要から開発に相当時間がかかったためであると言われている2007年12月3日リリースされたフラッシュプレイヤー Q アップデート3からは MPEG-4 に対応以後バージョン10.3まで同形式再生時は SSE 対応 CPU 必須となった CS4 製品の米国での発表は2008年9月2日、発売は同年10月15日。日本語版の発表は同年11月11日、発売は同年12月19日であった。3D 変換、H264 のエンコード、アドビエアとの連携、新フォーマット XFL などをサポートしている。 全世界での発表は2010年4月12日。日本での発売は同年5月28日。CS5 から新設されたソフト。2011年2月8日公開。以下の機能を追加。対応するアドビエア。Adobe Air は2.6。SWF バージョン11。2011年5月12日公開。以下の機能を追加。対応する。 アドビエアは 2.7SWF バージョン122011年5月20日販売開始2011年10月3日公開以下の機能を追加対応するアドビエアは 3.0SWF バージョン132011年11月10日公開対応するアドビエアは 3.1SWF バージョン14 2012年3月27日公開以下の機能を追加対応するアドビエアは 3.2SWF バージョン152012年5月11日販売開始フラッシュプレイヤー11.2アドビエア3.2対応以下の機能を追加2012年6月8日公開以下の機能を追加対応する アドビエアは 3.3SWF バージョン16開発コード02012年8月21日公開以下の機能を追加対応するアドビエアは 3.4SWF バージョン17開発コードドロレス2012年11月6日公開パフォーマンス及び安定性の向上が目的対応する アドビエアは3.5。SWF バージョン18。開発コードはエリス。追加される主な新機能はアクションスクリプト3用のコンパイラだが、アクションスクリプトコンパイラ1がアクションスクリプトの使用書とずれている部分があり、使用書き通りに正しくコンパイルするように修正。フラッシュビルダー4.7に搭載。開発コードはファルコン。 2012年12月4日公開。C、C から SWF へのコンパイラ。リリース当初は、フラッシュ C コンパイラという名称だったが、リリース後に、クロスブリッジに名称変更になった。アドビゲームデベロッパーツールズの一環として配布されている。2013年2月12日公開。セキュリティの強化と安定性の向上が目的。対応する。 アドビエアは3.6。SWF バージョン19。開発コードはフォルサム。追加される主な新機能2013年4月9日公開。対応するアドビエアは3.7。SWF バージョン20。開発コードはギリー。このバージョンは長期サポートを行う。以下の機能を追加。2013年6月18日販売開始。 2016年にアニメート CC に変更される予定。2013年7月9日公開。対応するアドビエアは3.8。SWF バージョン21。開発コードはハリスン。以下の機能を追加。2013年10月8日公開。対応するアドビエアは3.9。SWF バージョン22。開発コードはアービング。 以下の機能を追加。2014年1月14日公開。対応するアドビエアは4。SWF バージョン23。開発コードはジョーンズ。本バージョンより0.1単位でバージョン番号を振るのを止め、3ヶ月単位でバージョンアップする予定。以下の機能を追加。2014年4月8日公開。対応するアドビエアは13。 SWF バージョン24。開発コードはキング。このバージョンは長期サポートを行う。本バージョンより Adobe ーと Adobe Flash イヤーのバージョンを揃えることとなった。以下の機能を追加。2014年6月10日公開。Adobe ーもバージョンが14になる。SWF バージョン25。開発コードはロンバード。以下の機能を追加。 2014年9月9日公開。Adobe Air もバージョンが15になる。SWF バージョン26。開発コードはマーケット。以下の機能を追加。2014年12月9日公開。SWF バージョン27。なお、Adobe Systems は次のメジャーバージョンアップとして、根本的に再設計されたバーチャルマシンやアーキテクチャを備えた。 フラッシュプレイヤー NEXT と開発言語の革新を図るアクションスクリプト NEXT の2013年リリースを計画していた。しかし2013年1月30日、この手の設計、仕様変更は従来との継続性に欠けることが多く、広報互換性を犠牲にして開発者に大きな負担がかかるため、またブラウザベースのバーチャルマシンに対する要望が高まっているとして、 この計画をキャンセルした。今後は既存のフラッシュプレイヤーアーキテクチャを継続しつつ、Web ベースの次世代バーチャルマシンを呼び、言語の開発に携わっていく意向を示した。計画されていた新機能は以下の通り、作成環境再生環境必要システム構成は以下の通り。Apple はサファリがクラッシュする原因の大半は、 フラッシュプレイヤーによるものだとし、動作が重くセキュリティ問題を抱えるフラッシュは、携帯機器には不向きであるとして、iOS 上では動作しないようにしている。同社はまた、フラッシュの代替として、プラグインを必要としない HTML5 を強く推奨している。しかし、上の表明がなされた時点では、HTML5 は、 まだ仕様が確定していない発展途上の段階であり、実装状況はブラウザによって異なっていた。そのため、フラッシュを完全に置き換える要素にはなっていなかった。Google は HTML5 を強く推進し、また独自の動画企画 WebM を開発している一方、Android をフラッシュに対応させたり、Google Chrome のデスクトップ版にフラッシュプレイヤーを内蔵させているが、 2016年第4四半期中に無効化されることが正式に発表された。モバイル分野では、Android 4.1以降、フラッシュプレイヤー非対応とするなど、Adobe のモバイル版、フラッシュプレイヤー開発中止に同調した動きをとっている。また、Adobe システムズ自身もフラッシュからの変換ツールを開発すると HTML5 を推進する立場をとっている。 下記ブラウザはフラッシュプレイヤーを搭載された状態で配布されアップデートも自動で行われる。他のブラウザはフラッシュプレイヤーをインストールする必要がある。Windows 用ではインターネットエクスプローラー版とその他のブラウザ版に分かれていてインターネットエクスプローラーとその他のブラウザ両方で利用したい場合、それぞれインストールする必要がある。 その他のブラウザ版を1回インストールすると、んぺ p ーに対応したブラウザのすべてで利用可能になる。フラッシュプレイヤー11.0から 64bit 版もリリースされており、64bit ネイティブ版ブラウザでも利用することができるようになった。Windows Mac OS 版では 32bit、64bit 両対応のインストーラーが配布されている。 アンインストールについては、アドビシステムズからフラッシュプレイヤーアンインストーラーがありリリースされており、それを利用するとすべてのブラウザのフラッシュプレイヤーが削除される。アドビ以外が実装するフラッシュ再生ソフトウェアは存在するものの、いずれもまだバグが多く実用レベルに達していない。SWF のファイルフォーマットの使用は公開されているが、ライセンス上は この使用書を再生ソフトウェアの作成に用いることはできなかった。2008年5月1日にライセンスが変更されてオープンスクリーンプロジェクトが始まり、使用書に基づいた互換プレイヤーを作ることが可能になった。フラッシュのファイルフォーマットである SWF は使用が公開されており、サードパーティー製のフラッシュ作成ソフトも多数存在する。 アクションスクリプトの統合開発環境。Adobe 製は Adobe ッシュビルダー。SWF ファイルを読み書きするライブラリー。2010年4月、アップルの iPhone や iPad が Adobe Flash をサポートしない理由について、スティーブ・ジョブズは自社ウェブサイト上で、フラッシュはパソコンとマウスの時代に作られたものだ。しかし、モバイル時代といえば低消費電力機器。 タッチスクリーン、オープンなウェブ標準などだ。どれもフラッシュが及んでいない分野だと発表した。2011年11月9日、Adobe は Adobe フラッシュの携帯端末版の開発中止を表明し、今後は HTML5 の開発に注力することを発表した。日本での本格的な流通はフラッシュにの頃からであるが、実際には フューチャースプラッシュの時期輸入版画も一部店舗では取り扱われていた。日本においてウェブサイトの一般ユーザーに広くフラッシュが認知されるようになったのはフラッシュ4の時期とされる。数々の企業サイトで採用されるに至っていたが、特にフォークデュオのユズの公式サイトはそのほとんどをフラッシュで構築した上、ユズ一家の家の中を探索する。 アドベンチャーゲーム風の演出をそれに取り入れていた。他方で、個人制作されたフラッシュ作品も、この時期を境に増え始めており、個人制作フラッシュの投稿型コミュニティや、自動リンクを用いて主催者が気に入った作品を、登録する形式で紹介するウェブサイトが、派生してきたのもこの時代である。制作コストや、人材費、時間コストなどは、デジタルアニメよりも、 さらに費用がかからない安いアニメを作ることが可能だった。いわゆるマッドムービーの制作ツールとしてフラッシュが多用されていた時期があり、サザエさんやドラえもん、コミックソング等を素材に使用した作品が数多く公開された。一方で個人制作ながら表現において高レベルの水準に到達した月野は雫や脚本に注力されフラッシュに 興味のない一般層も抵抗なく、作品世界へ引き入れた、感動系の思想、君と僕など、黎明期を代表する作品が発表されている。また2チャンネルの利用者増加に従って、同掲示板内での内輪受けを狙った、フラッシュ作品からも、大きな流行が起こり、2002年初めに設立された、フラッシュ、動画版はその中核となった。 作品にはスキーアートを多用している。掲示板内の有志で様々なテーマに沿った発表会も主催されるなど、制作者同士の情報交換が頻繁に行われた。他にも作品に泣ける系、PV 系などの独特なジャンル分けを行ったり、フラッシュ制作者をフラッシュ職人と呼称するなど、独自の文化を形成した。2005年春の恋の前ヤヒでは、 商用音楽を無断転載して公開していたフラッシュアニメを逆に企業が注目しプロモーションとして大々的に抜擢する異例の大出世があった。また2006年には同じく商用音楽を無断使用していたフラッシュウォーキングツアーが絵本化されその際に同梱された CD に収録のフラッシュに当初は無断使用されていたプラネテスの プラネテスと同じ黒い瞳によって新規に書き下ろされた曲が使われた。2006年春、菅井くんと家族席で注目されていたフロッグマンにより、前編フラッシュで制作されたテレビアニメシリーズザ・フロッグマン・ショーが制作され、テレビ朝日、朝日放送に手放映。映画化やゲーム化なども行われた。フラッシュプレイヤーは、 本格的なプログラミング言語であるアクションスクリプトの処理系を含んでいる。そのため、フラッシュデザイナーやフレックスプログラマーは任意の機能を実現できるが、信頼性の保証がないサーバから読み込まれたコンピュータプログラムが動作することについて、コンピュータセキュリティ上の懸念が存在する。フラッシュプレイヤーにはサンドボックスモデルに基づいたセキュリティ機構が、 実装されている。ローカルストレージや周辺機器へのアクセス、ダウンロード元と異なるドメインのサーバーとの通信は制限されており、例えば自由に読み書きできるローカルストレージは Web ブ,ブラウザのクッキーに相当するシェアードオブジェクトに限られ、ファイルの読み書きにはユーザーの選択による許可を必要とする。このため通常はフラッシュによってシステムが破壊されたり、 ローカルファイルに保存した情報が盗まれることはないが、フラッシュプレイヤーや PDF に埋め込まれたフラッシュを再生できる Adobe リーダーには、コンピュータシステムのクラッシュや悪意のあるプログラムの実行を許す脆弱性が過去にいくつか発見されている。多くのユーザーはウェブブラウザに組み込まれたフラッシュプレイヤーを有効にした状態でウェブを利用しているので、 それらの脆弱性をつくヤスリーダー R やトロイピディフ、インのようなコンピュータウイルスは修正アップデートが公開されるまでの間に急速に感染を拡大した。フラッシュ10以降ではダウンロードのページにあるチェックボックスを手動で外さない限りマカフィーセキュリティスキャンが自動インストールされるようになった。旧版のアンインストールについてはアドビシステムズから フラッシュプレイヤーアンインストーラーがありリリースされており、それを利用すると、すべてのウェブブラウザのフラッシュプレイヤーが削除される。アドビは2020年12月31日で、フラッシュの配布と更新を終了した。マックスソニトロでは、現在もアドビフラッシュを使用可能である。ありがとうございます。